というわけで、あの神武天皇がですね、高千穂宮はさっきの地図でも出たようにちょっと内陸の方にあるわけですが、はい、お船出するため、だから当選に出かけるためにはまず港に行かなければいけないわけですね、はい、うん、でそれが今あの宮崎県日向市というところの、まあ、三光、まあ、あのそういう通港があるわけですけど、はい、そちらに、伝承の地として立岩神社というのが立っております、はいはい、で立岩神社というのがですね、ここの境内に神武腰掛岩というのがあると。お、神武座ったんだと。ここに、まあ、あの風待ちで、ここに神武天皇が座られたと、まあ、当時はやっぱりね、あの漕ぐ船でございますから、やっぱりその一番いい時を狙ってこう行かなきゃダメなわけですけど、はいはい、その時にちょっとタイミングを測ってしばし座られたんでしょうね、うん、それ神武腰掛岩というのが残っております、うん、で、まあ、その時にですね、出航する際に本当はもうちょっとあの明日出航しようと言ってたのをですね、あ、今がベストタイミングだということで、もう明日じゃなくて繰り上げて今日出航するぞということで、あの今から出航するから休んでる場合じゃない、起きろ起きろと言ってこうみんなを叩き起こしていって出航したことで、うん、その後の紀元2600年の時にですね、昭和15年の時にこの神武天皇の同じルートでこう船を漕ごうという事業があるわけですけども、その事業の時に使われた船の名前がその沖尾丸というふうに言われるわけですけれども、はい、まあ、そういうエピソードとかも、まあ、戦前は結構いろんなところで盛り込まれてたんですね、はい、早めにしたと、はい、今日雪だから早めに関西帰るぞという、ね、早めに帰りたいんですけども、はい、これが終わる頃になっている感じでございますで、うん、久野さんね、はい、宮崎県の観光大使になった方がいいと思うよ。まあ、慣れるぐらいちゃんとね、いろいろ見てきてるんですけどね多分これだいぶ知ってると思う。いや、だから私はね、はい、宮崎もそうなんですけども、うん、どこの県に関しても、まあ、神話とかあるいは戦国武将の話とかを取り混ぜながら、うん、その県の普通の人たちよりも、うん、その県のことを魅力的に、まあ、詳しいのもさることながら、うん、詳しくてもね、ディスるやつはいくらでもあるわけですよ、宮崎とかね、はいはい、奈良とかでもね、はい、宮崎は、うん、それを魅力的に語ると本当にもったいないなというふうに僕は思いますね、あ、宮崎もそうだし、はい、もうどこももったいないと思いますよ。どこもったいない、こんなのとかあんのに知らなかったなみたいな。あ、そっかそっか、だからそういう魅力的に伝える人になりたいですよね。はいはいはい、タコ紹介が上手い人ってやっぱり世間でも重要じゃないですか、うん、なるほど、はい、あのタコ紹介が下手くそな人ってやっぱり出世しないと思うんですね。私に出世しないって言われたらムカつくかもしれませんけど、やっぱりタコ紹介が下手くそな人ってやっぱりなんか社会であまり成功してますよね、はいはい、この人どういう人っていう時になんかあの、はい、例えばあの私はあまり気にしないんですけれども、大学の先生とかによってはですね、あのやっぱり大学で教えてるっていうことを誇りに思ってる人もいますから、はい、大学の先生のことをこの人学校の先生とか紹介する人いるんですよ。ああ、いやいや。で、うん、なんかちょっと人間が悪くなったという事例も私は聞いたことがございますので、うん、はい、なるほど、ね、私に対してじゃなくてね、あの、はい、普段大学の先生に対してはこう、はい、ということもありますけれども、はい、はい、でもう一つ、この神武統制のお船出の地だったところにもう一つでっかい碑が立ってるんですけど、はい、なんていう碑かというと実はこれです。これ一度番組でありますね、はい、日本海軍発祥の地、日本海軍発祥の地、ね、で神武統制のタコとか言われましたね、はい、スタート地点だから、はい、そうなんだと。だから国家意思として初めて船団を組んで船出したことをもって日本海軍発祥の地、はい、でしかもこれが建てられたのがまさに建国から2600年目、はい、紀元2600年、ね、当時の総理大臣米内光政の名前で、まあ、あの掘られてるわけですよね、はいはいはい、なるほど。でちゃんと軍艦旗も常に翻ってるんですよ。これあのいつ行っても軍艦旗が、あ、マジですか、はい、あ、まあまあ風がないと翻りはしませんけれどもね、はい、ぜひ皆さんも行ってみてください、はい、それでちなみに、まあ、これもどうでもいい話かもしれませんが、その紀元2600年の翌年にあの戦艦ヤマトという、ね、世界最強の戦艦ができますけれども、うん、はい、その戦艦ヤマトのヤマトミュージアムの、あの艦長の名前も戸高さんというんですが、うん、さっきの立岩神社、この日のある横の立岩神社の宮司さんも戸高さんという名前なんですよね、うんうん、まあ、宮崎県に多い名前らしいんですけど、あ、そうですか、はい、はい、艦長もあのヤマトミュージアム艦長も宮崎出身、あ、どうでもいい情報ですけども、はい、はい、でその次、はい、宮崎を出てですね、少し北に参ります、はいはい、今でいう大分県宇佐ですね、はい、当時は宇佐の佐が違う字だったと、はい、あのお菓子の佐社というのがあの、はい、お菓子の佐ですね、はい、あの糸辺に少ない、ね、そうですね、だったんだよね、はいはいはい、分かりにくいなんていうのかな、一色菜の佐、あ、分かんない、うん、あの佐ってみんなどういう説明なのか、今野美佐子の佐とか、今野美佐子の佐かな、はい、うん、あとは、まあ、糸辺に少ないでいいのかな、ダルビッシュの奥さんはなんて名前だったっけ、サイコ、サイコ、はい、あれもサじゃないか、サイコ、私が意地悪言うときたまにはキキキリンのキーとか言うときあるんですけどね、うん、そうなんですか、
で、この古事記のちょっと読みますとですね、はい、そして豊の国宇佐過去大分県宇佐市にお着きになった時、そこに住む土着の人で、まあ、ネイティブの人がいたわけですね、うん、宇佐津彦宇佐津姫の2人が、足一つ上がりの宮を作り、服属の印として大宮へ、まあ、お食事ですねを献上して、神山と言われびこの御事とお兄さんの一世の御事をもてなしましたと。だからこの時にあなたはもうあのご公明はかねがね伺っておりますと、でようこそいらっしゃいましたと。だから、うん、あのこの宇佐においても立派な宮殿を用意しましたので、こちらで政治を行ってくださいと迎えてくれたわけです、ね、宇佐がここですね、はい、ちょっと赤い字をつけてますけど、はい、でそれの伝承地になっているのが宇佐神宮、はい、まあ、だから古代の神社というのは古代の建築の、まあ、模倣といいますか、それの再現でもあるわけですよね、はい、道教の時の宇佐ですね、うん、まあ、道教 の、 あの、まあ、おっしゃってるのは、はい、あの7世紀後半のですね、はい、あの宇佐八幡宮神託事件のことだと思いますけれども、はい、 そ、 ね、はい、その時に問題になったのが宇佐八幡宮と、ね、はい、今でいう宇佐神宮ですね、そうですね、はいはい、だから重大事件ですよ、そうです、神武統制の愉快の地で、そうそう、まあ、言っちゃ悪いけど不祥事が起きたと、そうそうそう、ね、道教を天皇にすれば天下太平、はい、ね、なわけないんですけどね、はい、そうです、はい、でじゃあその後宇佐神宮が宇佐神八幡宮が罰せられたのかというと、まあ、その嘘こいた道教の弟は罰せられたんでしょうけれどもね、はい、まあ、そこで出てくるのが訳の清盛ですが、今回はその話は割愛してですね、はい、で、その宇佐で、まあ、1年ほどお過ごしになられた後ですね、うん、その次、その後、次は、つくしの、つくしというのはつくしの国ですね、今の福岡県の岡田の宮に1年間おとどまりになりました。これは、はい、これもまた、はい、ちょっと全国区じゃない名前なんですけど、まあそうですね、地元では有名なんですか。地元で有名かどうかは私も何とも言えないんですけれども、逆に地元の人に教えていただきたいですね。岡田宮、はい、結構有名か。岡田宮という、あ、ちょっと待ってください、岡田宮というお宮じゃなくて、岡田、はい、これあのね、あと岡田の宮跡の伝承地といわれる岡田神社のこれは写真なんですけれども、ね、はい、だから神社の名前としては岡田神社です。岡田神社で、そこに、はい、福岡だが知らん、今そこにあの鎮座してる、はい、その鎮座してる場所で営まれていたと伝わるその都といいますか、宮殿の名前を岡田の宮と言ってるわけですね。なるほどね、はい、まあ、古事記の中で、はい、要はこれは全国区じゃない名前ですね、はい、全国じゃないから、まあ、別に知らなくていいというわけじゃないです、はいはい、でだから、全国ではない、だからこそ行ってみたいという感じです、はい、なるほどね、要するにあの次に福岡行った時にはちょっと寄ってみたいなと、まあ、福岡の人もね、ここに知らないとなると神武天皇が来たのかという、はいはい、だから逆にね、はい、まあ、話があれですけれども、福岡もそうですが、これから紹介する広島岡山とかでもですね、うん、こうやっぱり遠くから人が遊びに来た時とかに、あ、福岡だったらここっていう場所を案内しようっていう時に、どこに案内するかでその人の、まあ、センスも問われるわけですよね。ね、はいはいはい、福岡ドーム行ったとかね、うん、まあ、そういう人もいるでしょうし、はいはいはい、まあ、その人は別に試合見に行くのはいいんですけども、はい、その福だから例えば私だってね、別に場所に寄らないわけですよ。場所に限らずに、福岡行った時に福岡らしいものを食いたいと思った時に、うん、何が出てくるかでその人のセンスも分かるし、逆に福岡のね、人がこう、どういうふうにもてなすかっていうのは福岡の人にとってみれば一つの重要課題なわけですが、うん、重要課題で悩んだときはやっぱり古事記に立ち戻ってほしいなって思うわけですよね。古事記に出てくる場所を案内するというのが、はい、実はまあ、うん、一番すっきりスタンダードになってくれたら私も、ね、なんかちょっと、ね、ありがたいなと思ってますけど、でこの岡田の宮でまた1年過ごされたということなんですね、はいはい、岡田の宮でね、はい、で、その続きです。で、その後秋の国の武井の宮に七渡世、ね、秋の国というのはこの時の秋はちょっと違う字なんですが、はい、まあ、よく皆さんご存知秋の宮島とかの秋ですね、はい、今でいう広島県の武井の宮というところに、まあ、7年間そのとどまられて、まあ、政治を行われたということでございます、はい、で武井の宮とか武井神社というのは今はないわけですが、はい、その伝承地と、あ、すいません、ですね、武井神社をここに挟んでおいてくれとお願いしたんですが、これ追加の、はい、出せる、はい、画像で出します、はい、でその武井宮の伝承地とされているのがですね、広島県 の、 広島市からちょっと、はい、これも山の奥へ入ったところの府中町に、これ
あ、これですか。そうだそうだ、ね、先にこの話をしましょう。さっきの岡田宮というのがありましたね、まあ、ちょっと細かい話になるから避けたんですが、はい、じゃあもう今後突っ込んでいますと、はい、岡田宮の伝承というのは何社かありまして、はい、で岡田宮の名前を取った岡田神社というのが一つさっきの写真なんですが、はい、あれは北九州にあるんですが、はい、もう一つが、あ、消さないでください。消さない方がいいでしょ。出しますか。はい、はい、はい、すいません。で、岡田宮のもう一つの伝承地とされる福岡県恩賀郡、ね、岡の港というところがあるんですけれども、その福岡県恩賀郡の芦屋町、今の名前で言うと芦屋町というところに、はい、この神武天皇宮と、神武天皇社という神社があるんですね、はい、うん、神武天皇社というのはたまたまちょっとご縁で行くことになったんです。このここを兼務している、つまり本普段は別の宮にいて、でお祭りの時にこちらでご用意されるという宮司さんにちょっとご用事があってお尋ねしたら、この近くに神武天皇社というところがあって、はい、うん、神武統制の向かいの場所ですと聞いて、あ、前からそういうところ行きたかったんです、ということでですね、参りました。ここが、はいはい、岡田の宮のもう一つの伝承地で、さっきのもう一つあったと、はいはい、まあ、本当はもういくつかあるんでしょうけど、ね、なるほど。でさっきの岡田神社はよく取り上げられるんですが、うん、こちらはまあその次ぐらいに取り上げられる場所 で実際ですね、なんかこうここが勝手にこの地元だけで言ってるわけじゃなくて、まあ、先に神社を見ますとですね、この次に、はい、はい、で、あ、こちらですね、まあ境内はシンプルな感じなんですが、これもうちょっとだけ近寄ってみますとですね、うん、次の写真ですね。で、この、これ消しちゃっていいですか。はい、次行って。次行きます。ちょっとなんか鳥居が見えない感じがするね。鳥居はまあ手前から。手前から撮ってる、はい。で、こちらですよ。これが本殿をちょっと拡大した写真なんですが、これを見て分かると思うんですが、うん、これ神明造りですよね。はいはいはい、はい。伊勢の神宮と同じ、ね、同じですね、はい、でこれは平成5年 の、 伊勢神宮の式年遷宮の古材をいただいて建てたと。なるほど。で逆に言えばなんか勝手になんか伝承地なのというだけの神社とかだと、そんなねわざわざ古材を、はい、ごかしね、お下げしないと思うんですが、うん、こちらでそ今の社殿になっているのがその神宮の古材だということで、で実際、次お願いします。リサイクルの、ね、はい、精神がありますからね、はい、日本は。で、この紀元2600年にですね、こういう立派な碑を建てたと、はい、これちょっと私が写ってないから、次の碑は私が写ってるんですけども、この碑はちょっとサイズが分かりにくいかもしれませんが、私の身長よりはるかに高いでかい碑なんですよね、はい、で、この碑もそうなんですが、今だったらね、昔の都はこんな感じでしたよとかね、あるいは昔の史跡がその当時はこんな感じでしたよって CG とかで結構なんかこうできるんでしょうけど、やっぱり戦前なんでそんなことできませんから、だからせめて何か重要な場所はでっかい石碑を建てて、そこでまあとにかくなんかここでなんかすごいことがあったんだとね、はい、まずちょっと目を開かせて、で逆にちょっと目をすっと閉じれば目の前で、あ、こういうのがあったのかって想像できるような、うん、まあ、そういう日を、はい、まあ、各地で建てたんだろうなと私は推察しているわけでございますけれども、うん、なるほど、はい、でこれが岡田宮のもう一つの伝承地。